皆さん、こんにちは。インスパイアのたです。今日もユースリームを使いまして、ネットビネスに関する情報を生中継で15分間お届けします。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、 初めてかな、えー、?Vimeo の話をしたいと思うんですけど、えー、実は Vimeo の中に、まあ、新機能というのは追加になりまして、まあ、これを機会に、ね、Vimeo を始めてみるというのは皆さんいいんじゃないかなと思うんですけど、えー、それをですね紹介していきたいと思います。では早速ですが、こちらの方をご覧ください。どうぞ。はいえー、まずで、ね、Vimeo のサイトに来ましたら、ですねこんなのが出るようになったんですね、えー。ちょっとご覧いただきたいんですけど、 この一番右上のとこにですね、アップロードとか動画作成っていうのがあるんだけど、3番目にですね、画面録画 new って書いてるのが追加になりました。これは、えっと、11月の頭ぐらいだったと思うんですけど、に追加になった新機能なんですけど、これを紹介していきたいと思います。ここにあります、スクリーンレコーダーという名前になってますけど、お使いのブラウザーから 動画メッセージを瞬時に録画共有できますというふうに書いてるんですね。これを今日紹介したいと思うんですけど、例えばですね、こちら、僕の今のウェブサイトが今表されてるんですけど、まあなんかわかんないけど、なんかのウェブサイトを見てるとしましょうで。そうするとですね、この右上にありますけど、ここのとこにですね、V って書いてる微妙なマークあるんだけど、これはさっきの画面収録ができるという Google Chrome の拡張機能ですね。これをインストールしておくと、例えばこれをポチッと そうしたらですね、こっと押してますね。そしたらいきなりボンってこんなのが出てくるんですね。でこうカメラが今起動したと思うんですけど、そしたらここのとこにスクリーンとカメラとボスと3つあると思うんですね。スクリーンっていうのをすると、この今映っている画面をスタートレコーディング、画面を撮ることができるっていうもの。そしてカメラっていうのにすると、今カメラが起動したと思うんですけど、このカメラに今映っている映像だけを録画することができるというもの。 そして、この、ボスってとこにしたら、スクリーンとカメラ一緒、両方って意味ですね。英語ですね。両方とも一緒に撮れるっていうものが、ここになるわけですね。ちょっとですね、まず最初に両方っていうのでやってみたいと思うんですけど、これ、あの、動かせます。大きさはこれ変えれるのかな大きさは多分こう変えれないっぽいので、サイズは変えれない。これただ左右の反転はあるんですけど、これは変えられないっぽいので、まずここのとこでですね、 えーまあ、自分がこれを置きたい場所っていうのにですね、えー、こんな感じで、えー、こう置きます、えー。そうしましたらですね、えー、これをもとにですね、よいしょ、ちょっと音が。 はい。え、この元にですね、え、録画を開始するわけなんですけど、じゃあこれで、え、スタートレコーディングってところね、え、押しあ、ちなみにここのところに今ですね、FaceTime っていうことで、え、Mac を使っているので、Mac の FaceTime カメラが選ばれているんだけど、例えば外付けで何かカメラを設定している場合は、それに切り替えて使うこともできます。あ、消しちゃった。はい。ちょっともう一回やりますね。え、そして今度下の方に来ましたら、マイク。え、マイクは今ですね、この、UAB8、 80鉄を使ってるんだけど、まあ、その他別のに切り替えて使うこともできます。まあ、これは今入ってる設定でちょっとやってみたいと思うんですけど、はい、これで、じゃあ、スタートレコーディングをちょっと押してみますね。はい、そうしましたら、ちょっとこんな画面が出てくるんですね。よいしょ、あ、これを、あ、そうか、この画面を、そうか、この画面を皆さんのところに表示できないのか、ちょっと待ってくださいね。ということなんで、この画面が今ちょっとね、 なんか,か、重なってると思うんですけど、ちょっとこのスクショで説明したいと思うんですが、よいしょ。えー、こんな感じ。ちょっと重なってて見えないかもしれない。ちょっと一回消しますね。 こんな感じのが出まして、あなたが画面共有するのは、あなたの全画面ですかっていうものと、アプリケーションウィンドウですかっていうものと、Chrome タブですかっていうのが選べるようになってるんですね。で、この全画面っていうのはパソコンの全画面が映っちゃうので、そうするといろんなものが映っちゃって嫌だよっていう方は、アプリケーションウィンドウにすると、今実際にパソコン上で開いているソフトだけを録画できる。例えば、エクセル開いてたらエクセルだけを録画できるとか、例えば、なんだ えー、LINE を開いて、LINE だけ録画できるとかですね、えー、やゆ会計だけを録音できるとかっていうものですね、えー、ができるよっていうことです。えー、そして、この Chrome タブっていうところを押していただくと、その Google Chrome の上のタブですね、のどれを、えー、今からスクリーンショットを撮りますかっていうことが選ぶことができるんですね。ということで、はい、えー、ではですね、ちょっともう一回ここに戻りまして、 ちょっとやってみましょうか。スタートレコーディングで。ちょっとこれ今外れてるんですけど、ま全、あ、画面はちょっと面白くないので、ちょっとアプリケーションウィンドウにすると、えー、今3つね、出てます。僕今 OBS で配信してるので、OBS の画面と、えー、Google Chrome が起動してるので、この2つが今出てるんですけど、えー、Chrome タブにすると、今この僕が開いている自分のページとですね、そして Vimeo のページが出てるので、これで自分のビデオのページの方をちょっと選んでますね。 はいえー、これもちょっと分かりやすいようにスクショをちょっと取っときましょうか。はい。では、ちょっとこちらを見ていただければと思うんですけど、よいしょ、こんな感じで、ねえー。こんな感じで選ぶことができるようになってるんだけど、えー、これで一番上のを選んでやっていきたいと思うんですが、よいしょ。はい。えー、これで共有とします。3、2、1。はい。えー、皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、えー、弊社のホームページの中にあります この代表者メッセージのところのネットビジネスにかける人は成功しないということについてですね、この画面を通してですね、説明したいと思います。ではちょっと読み上げていきたいと思うんですけど、ネットビジネスにかける人は成功しない。ネットビジネスのコンサルタントでこんなことを言う人はいないでしょう。誤解しないでほしいのですが、リアルビジネスで成功し、さらなる指示を求めて、ネットビジネスへの参入を検討されているなら問題ありません。 はい。今ね、内容録画しました。そしたら、これでですね、えー、今ですね、えー、録画終了って押したらですね、もう、これアップローディングってされてるから、もう、これでですね、アップロードされちゃうんですよね。なので、えー、まあ、いちいちですね、あの、まあ、アップロードされてるので、<laughs> まああの、自分のパソコン内に保存してからアップロードするのか、このブラ,ブラウザー上で保存するのかって、あんまりこう関係ないような気がするけど、ちょっと今、回線が遅いので、 え時間かかってますけど、こうやってアップロードできるわけですね。で、まあ、当然ここにありますように、えファイルの名前とかえできるんだけど、で、こう見てほしいのは、ここなんですよね。このコピーリンクっていうのがあって、このコピーリンクっていうのを、まあ、当然これコピーしますとですね、え今もうアップロードされましたね。そうしましたら、これ今プライベートリンクになってるんだけど、えここのところね、変えていくことができるんですね。 例えば、パブリックっていうのは公開ですね。で、プライベートリンクっていうのは、リンクを知ってる人だけが見ることができる。まあ、YouTube で言うと、この限定公開ですかね。でね、あの、微妙のいいのはね、このパスワードっていうのがあるんですよね。パスワードをつけて、えー、これを、パスワードを開いた人だけしか見れないみたいな設定もできるんですね。これも非常に便利ですよね。そして、オンリーミー。これは自分だけですね。自分だけが見るという設定もできるようになってるんですね。このプライベートリンクにしておきましょうと。 で、これで、えー、保存しておけばですね、リンク、えーえー、クリップオート、これで保存しておけばですね、えー、この状態で、えー、 ラインとか、フェイスブックとかでメッセージを送ってですね。で、えー、あの、今日こんなの撮ったの見てください、みたいなことができるわけですね。だから、まあ、今僕は OBS というのを使っているので、その画面を映して、その画面を通して説明するっていうことは簡単にできるんだけど、この Vimeo を使えば、え、勝手にあのパソコンが、パソコンのカメラが起動してですね、画面を説明しながら、そして自分の顔もちゃんと載った状態で、あ、これちょっと再生しましょうか。え、ちょっと音出ませんけど、 はい。え、再生しますと、え、ここにね、だから顔どこに配置するかって話をしたんだけど、この自分のいる顔の位置のとこで喋ってる様子の動画っていうのが撮ることができるので、これ簡単ですよね。え、YouTube はできないわけだから、え、今まであればこういう OBS とか使わなきゃいけなかったりしてたのが、これがこう簡単にできるということで、え、おすすめじゃないかなっていうふうに思うんですね。 で、えー、これ実際にこうアップしてみますと、まあ、こんな感じでですね、さっきアップしてみたものがあるんだけど、こんな感じでできるんですが、この中ですね、これちょっとまた詳細見ていきますと、ちょっと面白くてですね、 はい。えー、ここを見ていきますと、えー、今度はですね、ここの中でもうちょっとね、いろんな設定ができるので、まあ、タイトルを変えたりとか、まあ、そういう設定はまあ、いいんだけど、ね、この辺の説明入れるとかはいいんだけど、例えば、ここにあります、えーこ、まあ、ここでですね、えー、この辺ポチッと押していきますと、えー、ポチッと押していきますとですね、今度、また別のこう、編集画面みたいなとこに行くんですけど、そしたら、あの、ビメオの、あ、これじゃない。 えー、ここの Vimeo のですね、下のログマークを消しますかとかですね、えー、ここを消しますかとかですね、そういう細かい設定もできるんですね。で、えー、ここの、この上、下に出てるこの再生バーを消しますかとかですね、このマークを消しますかとか、ここに自分のログマークを入れますかとかですね、えー、こういうこともできたりするんですよね。えー、ここ、ここが選べるんですけど、えー、よいしょ、これでいけるかな。 えー、こ,ここでですね編集していくことができるので、えー、そういう点でもです、ね、ちょっとおすすめなんですね。ちょっと面白いですね。ちょっと今できなかったんですけど、えー、そしてさらにこの分析っていうのがあって、まあ、実際にこれを例えばこう自分が作った動画っていうものがあったときに、まあ、何人の人が閲覧して何人がインプレッションしたかみたいなことが分かって、URL 別視聴率みたいなのこのが出てくるんですよ。 そうするとですね、例えば自分が動画を、ああ限定公開ですから、お客さんにメールで送って、ですねえあのこんなの考えましたみたいなことを取っていくのは、いいんですけどね、再生回数見れば分かるんだけど、こういうようなですね分析ツールもついています。じゃあ今度ですね、逆にもう一回この B 面を押してみまして、このカメラだけっていうのをちょっとやってみましょうか。カメラだけにしますと、これでレコーディング開始。 きょうはですね、い、え、ろ、ー、んなことについてお話したいと思うんですけど、でこれ、喋ってるんだけど、これ今ね、ここの画面の中はこれ、うろちょろしてますけど、これ、あのここの画面に映ってるものだけが撮れているので、例えばこれやめますと、えー、こんな感じですね、えー、自分のカメラで撮ってる映像だけのものを簡単に撮ることで。 まあこの機能に関しては、例えば普通にまあ Mac を使っている方だったら、フォトブースからも撮れるし、Zoom ああとかで撮ることもできるし、Zoom 使っちゃえば画面収録もできるんでね、もともともないんですけど、そんなにね大した機能じゃないかなと思うんですけど、あとはね、ちょっとこれ時間かかるのでやめますね。もう一個だけ紹介します。このスクリーンっていうの、これもいいですよね。これでスタートレコーディングすると、さっきのにまた範囲設定をしてですね、 この代表者メッセージっていうのを選んでやると、こ3219で、そうしましたらですね、ここの今映っているとこの部分に、音を足してですね、録画することができるので、まあ、これはこれでいい方法じゃないかなと思っていますね。こうやってね、喋りながらと撮ることができるのは、これはこれでいいんじゃないかなと思います。スクリーンウェブカメラレコーダーに共有してますっていううに書いてますけど、こんな感じのものもですね、いいんじゃないかなと思いますね。 はい、ちょっと中止します。そしたら、またこれで、えー、撮れるわけですよ。だから、結構ね、あの、カメラがなければ、実際の画面を使って説明するっていうことができるので、まあ、あの、ズームを使ってしまうと画面共有するんだけど、そのカメラの映像も入っちゃう。えー、まあ、顔が入っちゃう。まあ、顔をオフにすればいいんだけど、だけど、その画面だけを共有するってことはできないですか。あの、右側にこう出ちゃったりするから。だから、まあ、そういう意味では、この、 ビメを使っていくとですね、画面共有なんかもできていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。えー、ということで、えー、今日紹介したものは、ビメオさんが出しています、あれどこ行ったかな、えー、ものなんですけど、この、ス、え、プ、ー、リンレコーダーっていうのをいます。でこの、えー、チームのためのビデオメッセージっていうものがあって、これ無料で始められるので、まあ、あのー、今でこそね、ズームもあるし、えー あのまだ紹介してませんけど、ルームみたいなサービスもあるので、別に目新しさ、目新しさはないんですけど、でもこのようなですね、えー、動画を撮って、えー、すぐリンクをシェアしてですね、えー、友達とか、えー、お客さんに連絡できるっていうツールは非常に便利なので、ぜひですね、活用していくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、えーまああのー、YouTube にね、またこれダウンロードして上げ直すこともできますから、 ま、微妙はですね、ま、あの、量量は結構あるんですけど、その、容量の制限がありますから、だからたくさんアップしてるとですね、え、いっぱいいっぱいになっちゃうので、だからこれを YouTube とか別のところに限定公開してもいいと思います。ただ、限定公開するときは、え、有料のコンテンツに誘導するものは YouTube では禁止されているので、ま、あの、何かね、あの、限定で動画見せたいってだけならいいんだけど、この動画見たら、え、いくらで見れますみたいなものっていうのは YouTube はダメなんで、 ビメイはです、ねえー、OK なんで、ビメイを使ってビジネスで使っていく点ではありかなという気がいたします。 え今日はですね、あの、ま、あ i m っていうものについてまだね、説明してないので、いきなり出てきてびっくりされた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あの、YouTube とビ i m って使い分けが必要で、YouTube はもう完全にビジネス用として、マネタイズができる仕組みを持っているので、ここでやっていくのに非常に便利です。YouTube はですね、その無料でやっていったりとか、広告ビジネスで、え、あのー、 YouTuber みたいになるっていうやり方あるんですけどね。またね、Vimeo についてまた紹介していきたいと思います。今日は Vimeo の録画機能、画面録画機能について説明いたしました。インスパイアの人でした。ありがとうございました。バイバイ。